やば面白いかもしれない、ちょっと待って。はい、ハーサンチャンネルです。お疲れ様です。今日はね、筑波山朝日峠駐車場というところに来てます。アルファ 4C のオーナーさんに、ちょっとお願いしまして、取材させていただけないかということで、ね、快諾していただいて、ここまで来ていただいたんですけど、ちょっと向こうに見えますかね。赤いボディが見えますよね。オーナーさんを紹介しますね。はい、マキマキさんです。マキマキさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあこちらですね、アルファの 4C、 皆さんお待ちかねのアルファ 4C ですよ。すごい車高低くて、もう駐車場に入ってくるときにね、もう先に待ってていただいたんですけど、オーラが違う。やっぱりフォーシーってなんかグレードあったんでしたっけ、はい、なんか17年モデルとかそんな感じなんですよね。そういうアニバーサリー、アニバーサリー的なね。これは何になるんですか。これもう本当スノフォーシー、初期型です、ね、初期型で、TCT って言うんでしたっけ、なんて言うんでしたっけ、DCT でしたっけ、アルファ TCT TCT って言うんでしたっけ、DCT でしたっけ、あんまりよかったでも DNA みたいなのがあるんですよね。あ、そうです、そうですよね。中古、新車で買ったんですね。あ、中古です、中古です。あ、中古で買われたんですか。はい、2015? 製造2015年で、はい、5回になったのは、まあ、3年ぐらい前ですか。2015、あと、そう、3年落ちぐらい、2年、3年落ちぐらいですか。走行距離どのくらいの。買った当時は1500キロ。あ、まだまだ新車ですね。ほぼ新車で、鳴らしも終わってなくて。終わってないですね、1500、全然。全然買ったはいいけど、乗らないで売っちゃったんですかね。まあ、もういろんな車持ってる方だったみたいな。あ、なるほどね。で、購入時1500キロで、今は何キロになってるんですか。今1万5000ぐらい。1万5000ぐらいです。3年所有で1万ちょっとぐらい、5000ぐらい。まあ、なかなかいいペースですよね。そうですね、普段のこことかツーリングとかミーティングとか行くぐらいですけど、うんうんうん、こういうとこがあっていいですね行ったり来たりここじゃあ本当にそうですよね、もうちょっと散歩がてらに。そうですね、天気のいい土曜か日曜の朝は大体ここで、ね、ここに来ちゃいますよね。来て、一人で来て、で他のスポーツカー、今もポルシェの方と知り合っちゃいましたけど、そういう感じで声かけたり。ここ有名ですよね、なんかそのね、車でこうちょっと走りに来て、楽しいですね。で、なんか同じ車種の人がいて、ちょっと話してみたいなね。同じ車種は今のところないですけど。あ、ないですか。ないですね、フォーシー。アルファはどうなんですか、この辺生息数は。あ、たまにいらっしゃってます、ね。あ、そうですか。Facebook、はい、のお友達。はい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 、まあ、ここで知り合って大体お友達になるんで。ちなみにこの 4C の前は何に乗ってらっしゃったんですか。 4C の前はアルファの GT。GT ね。GT めちゃくちゃ良かったです。いいですよね。はい、セレですか、それとも 3.2? セレ。まあ、なんていうか、あれこそ本当味があるね。バイクないですけど味があって。味ありますよね。
まあ、よく壊れたんですけど、はいはいはい、それも面白かったんで、うーん、何にも壊れない。面白くないです。なんかないと物足んないっていうのはもう本当噛まれてる証拠ですね。壊れてないから言えるのかもしれないですけど、うん、壊れても壊れたでかなりへこむと思いますけど。お金かかりそうですもんね、うん、でも GT の時は本当いろいろ、あの、動かなくなるようなトラブルは、まあ、1回あったんですけど、はいはい、まあ、ほっといたら治ったりして、はいはい、まあ、ほっといたら治るのがアルファのいいと思います。まあそうですね。自然治癒、自然治癒がこれもそういうの確かありましたね。あ、そうですか。なんか異音がして、はい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 、でディーラーさんにも見てもらったり、はい、何回か見てもらったんですけど、原因が分かんなくて、どの辺から落とす、なんかこのフェンダーの中あたりからカタ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 、はいはいはい、落としてたんですけど、まあ、ほとんど治りました。まあ、しなくなればいいってことですよね。そうですね。問題なくなったっていう。マジやっていう。この車の前に乗ってたのがエリシオン。エリシオン、はい、ホンダの。あ、ホンダのエリシオン。エリシオン、エリシオン、ミニバン。あ、ミニバンですか、はい、で、その前はこの GT の前が S2000。 GT 乗ってエリシオン乗って、その前は、まあ、S2000、 ホンダの。あ、S2000。 根っからのスポーツカー好きって感じなんですね。そうですね、そうですね、基本的には。ドアは2枚でいい。2枚でね。あー、なるほどね。2ドアクーペっていうのはいいっすよね、GT もね。なかなかもう今なくなっちゃったし。あれは本当たまにミーティングとかでお会いできるんですけど、うん、今でも GT 美しいっすよね。うん、塊感。後ろからのデザインも素晴らしいですもんね。うん、ね、あの車ね、デルトーネのね。免許取った時から。免許取った時からそうですね、プレリュードとか。あ、プレリュード。サーキットはよく走ってたんで。そうなんですね。じゃあもうスポーツカー好きで。インテグラ。ホンダ島だったんですか。ホンダ島です。あ、ホンダ島なんですね。今でもホンダは好きです。あ、そうなんですか。そっからなんでアルファに。なんかかっこよかった。デザインに惚れたって。そうですね。あと、まあ、FF の限界をちょっと感じちゃったっていうか、はいはい、あの、実はもう FF で速さ求めるのはもう自分にはもうこれ以上お金続かないなと思って、だからもうサーキットは一回やめて、何かかっこいいのないかなと思って、そしたら当時安かった。今も安いですね。安くてなんかいた車で、アルファロメオ自体あんまり知らなかったんですけど、はいはい、名前は知ってましたけど、はいはい、なんかかっこよかったんで、まあ、ううフラミンゴさんで。あ、フラミンゴさんのお世話なんですか。そうなんですか。え、今じゃあ今乗ってお持ちなのはこの 4C と、あと N ボックスと。あ、 N ボックスはじゃあもうご家庭でお家で、そうですね、普段使い。最高っすね。最高っすか。快適。あ、どこで買ったんですか、ちなみに。これは江戸川の方の中古車屋さんで、たまたま N ボックスでドライブしてて、はいはい、あの、いつもマクラーレンとかフェラーリとかランボルギーニとか置いてあるスーパーカーばっかり置いてあるディーラーさんがあって、まあ、通るたんびにいつか入ってみたいなと思いながら通り過ぎるんですけど、はいはいはい、なんか見慣れない、一瞬パッと目に入って、4C 自体名前は知ってたんですけど、はいはい、まあ、当時あんまりその興味を湧いてたんで。僕もね、4C って知ってて、はい、雑誌とかでもあるよね、はいはい、ネットでも見るじゃないですか。現物見たらびっくりしましたね。そうですね。じゃあ、なんだあれ、何だこれみたいな。で、U ターンしてまた店に戻って、見せてくださいよって、はいはいはい、買っちゃいました。買っちゃいました。それがすごいっすね。でもお安くないですもんね。お安くなかったですね。おいくらだったんですか。一気にやっていいですか。まあ、大体です。値切ったわけじゃないんですけど、はいはい、すごい下げてくれて、あ、僕の、この熱意を買ってくれたのかわかんないですけど、はいはい、あの、650で。あ、安くないですか。めちゃめちゃ安い。安いですよね。650。1500キロ。安っ。今だったら買えない。今も買えないですね。値上がりしてるんじゃないですか。プレミアついて。
計算は、まあ、多分スノーはそんなに値上がりしてないと思うんですけど、でも650じゃ買えない、650じゃ買えないですよね。もろもろ込みですか、うん、もろもろ込みすごいっすね、それは。それなら買っちゃいますよね。もう今しかないと。それは間違いないって間違いなかったですね。間違いなかった。650か、安くはないです。安くはないですけど、ただでもこの車の650万で買えるっていうのはダメですもんね。ラッキーでした。ラッキーでしたね。じゃあメンテナンスしていただいているのはどこって言うんですか。その江戸川のお店なんですか。いや、フラミンゴさんで。フラミンゴさんでは、まあ、なんていうんですかね、お困りごとを、本当困った時、一番信頼してるんで、フラミンゴさんですけど、主には近所にあのトヨタ系の GR ガレージさんっていう、ディーラーがいわゆるトヨタのディーラー、そこでオイル交換とか。やってくれますか。そうなんですか。うちの近所でやんないって言われて、分かんないからやんないって言われて、分かんなかったんですけど、お湯交換にも最初数時間かけて一生懸命、ああでもない。あ、でもこの車だからですよ。でも本当何でもやってくれます。あ、いいですね。うん、いいお店です。いいお店ですね。 GR ガレージ筑波店。筑波店 GR ガレージ筑波店。じゃああまりトラブルがないっていうことなんですか。オイル交換ぐらいでメンテナンス済んじゃう、点検とかで済んじゃう。そう、まあ、あのさっきもちょっと言いましたけど、イオンっていうのがあって、そこその時は本当ディーラーさんにいろいろ良くしてもらって、ボンネットこれ開けられないんですけど、普通に、あのロックで、外さないといけない。それを外したり、分解して見てくれたんです。で試乗とかして、一生懸命見てくれたんです。そうなんですか。そこで買ったわけでもない。人知の及ばない世界ですね。じゃあね、アルファの世界は。生き物ですね。生き物ですね。じゃあ故障とか比べて、まあ、そのくらいのイオンぐらいで、あとは特にないんですか。何もないです。何もないですか。はい、うん、雨漏りぐらい。なんかそれが一番ですけど、でもそれがもうちょっと物足りないですね。そうなんですよ。そうなんですよ。ちょっと物足りない。なんか。なんかないのかみたいな、はい、変なにいじってないっていうのもあるし、当たり外れもあると思うんですけど、うんうん、まあ、これはたまたま当たりだったのかもしれない。走行1500キロのを650万で買い、しかも故障がないっていうのはすごいですね。したらどうですか、これ買ってみて、はい、どうですか、所有してもう大満足ですか。大満足ですね。大満足ですよね。速さで言えば S2000 の方が速かったり、あのコーナーもそっちの方が良かったりしたんですけど、なんですかね、なんか乗り味ってやっぱ違いますか。いや、まあ、これミートシップですよね、はい、全然ノーマルと FF ってやっぱり全然違いますね。全然違いますね。サーキットぐらい走んないと分かんないんですけど、まあ、言うほどピーキーじゃないし、軽いんで滑ってもアクセルとかステアリングでこういろいろやってすぐに体勢は立て直せるような車なんで怖くないですよね。結構ガンガン踏めちゃう。あ、こいつはすごい、こいつはいいところっていうのはどういうところ。こいつのいいところ、まあ、いろんなところで声かけられると。あの、ね、人と話すの嫌いじゃないんで、さっきもねポルシェの皆さんもね、そうですね、話ねかけられた、ね、その前も FD の人と喋ってたり、その前もまた別の人と喋ってたり、話しかけられますね。話しかけられますね。知りたいですよね。結構そうですね、この車のことがよく分かんないから、いろいろオーナーさんいたら話聞きたいっていう方多いじゃないですか。そうですね。楽しいですね。楽しいですよね。運転しても楽しい。人とのつながりもできる。それはありますね。まあでもそれは 4C っていうよりアルファだからっていうのはあると思いますね。ハンドル握っても楽しい。人と話しても楽しい。なるほどね。不満点はあるんですか。不満点はトランクいらない。
トランクあるから、うん、雨のし染み、あの雨漏りというか、あれが気になる、取っちゃおうかなと思ってなるほどね、中途半端に収納、まあ、意外と入るっちゃ入るんですけど、あ、そうですか、これぐらいのこう機内持ち込みサイズのトランクぐらいは、うん、そうなんですか、入るんですけど、ただ水染みちゃうぐらいなんで、あ、したら意味ないですもんね、いらないよ車内もなんか申し訳程度にちょいちょい歩みますけど、はいはい、もうカップホルダーはあのこう釣っちゃうような位置にしかないし、使い物にならないし、本当気持ちだけって感じですか、うん、なんかスペース空いたから作りました、とりあえずなんか作ったような感じですね。じゃあ不満点はトランクぐらい、うん、走りにも不満ないし、はい、あとは、まあ、雨の日乗れなくはないですけど、うん、エンジンルームが乗りたくないですよね、うん、びしょびしょになっちゃう。エンジンルームどっからですか、水が入ってくるんですか。メッシュのところから。メッシュなんだ。このメッシュの真下にバッテリーなんですよ。あ、そうなんですか。申し訳程度の、やばくないですか、電装系のところやばいっすね。止まってる時濡れる分にはいいんですけど、はいはい、走ってる時びしょびしょになるのはちょっとやっぱ怖いじゃないですか。そうですね、そうですね、確かに。まあでもフェラーリとかみんなそうだし大丈夫なのかなとか思うんですけど、止まったらおっ、ね、JAF 呼べば保険会社もあるし、ロードサービスあるしなるほどね。 1750cc の240馬力ですよね、はい、これあれですね、重量確か1トン切ってるんですよね。900キロぐらいでしたっけ。本国だと乾燥重量で計算してるんで800何十キロですけど、日本だと1050キロ。あ、それでも1050キロなんですね。軽いし、車体が軽いからそれ240馬力ですもんね。そうですね、実際走るともっと軽いような、ハンドルが重捨てなんで、はいはい、あんまりこうひらひらっていう風には扱えないんですけど、雨の日にサーキット走ったことあるんですけど、まあ、それでこそさっきの話じゃないですけど、怖くないんですよね、すごい滑るんですけど、もうなんてよく言う人馬一体じゃないですけど、はい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 、車と自分の手足がつながってるような感じで操れる人馬一体、遅いんですけど滑りまくっちゃうんで、でも本当カウンターゼロカウンターでピャーっと行ったり、でアクセルでこうアクセルで曲げるっていうことができるんで、その時ダウン、ただのダウンサスだったんですけど、はいはい、その程度でもそういうことができちゃうんで、やっぱ軽いからいろいろ修正も効きやすいな、うん、なるほどね。え、これでも全幅1864ってそんなになるんですか。結構ありますね。これはですね、1900ないぐらい、もうこれが1820、30なんですよ。あ、意外とある。後ろから見れた時のワイド感ってすごいですね。フェンダーの張り出しが、フェンダーのね、このリアのこのカーブがやっぱりスーパーカーって感じがする。リアからそれが見える。あ、このラインが、ね、車内この確かデザイナーがアルファ生粋っていうか、あの生え抜きの人ですよね、確かね。なんだっけな、忘れちゃったけど、ずっとアルファにいる人で、まあ、親父の代からアルファ命みたいな、あ、なんか言ってましたね。ねえ、デザインを命がけで作ったような、うん、これぞアルファっていう。この間真横から写真撮って気づいたんですけど、はいはい、フォーミュラーのデザインも入ってます。フォーミュラー真横から、あ、どんな感じですか。ここがあの空気吸うところ、はいはいはい、そのラインが、はい、ここドライバーですね。あ、ラインがフォーミュラっぽ い、はいはいはい、この位置からだと分かりにくいんですけど、写真で真横から見ると、そういうところも意識したのかな。タイヤ何インチなんですか。後ろ19インチ、18、オプション、オプションですか、はい、この空気取り入れ口はあれですか、エンジンルームに行ってるんですか。こっちが
そうですね、エアコリーナー、エアコリーナーエンジン、あー、はい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 、こっちはインタープール、インタープール、あ、分かれてるんだ。ちなみにサラリー、あの、お仕事サラリーマンですか？サラリーマン。あ、そうですか。普通の会社員。普通の会社員ですか？はい、どうですか、普通のサラリーマンでも維持できる感じ、まあ、全然できますか？税金は安いし。あ、1700cc ですもんね。壊れない。壊れないし。本当かからない。かかんない。燃費もいいし。燃費に行ったらどのくらい走るんですか？燃費は下道、まあこういう筑波の田舎道で、はいはい、15、6。え、そんなに走るんですか？15キロぐらい。あ、そうですか。あ、そんな行かないか。すごい。13、4キロ。都内とか走ってると、それでも10キロちょっとぐらい。10キロちょっとぐらい。でも10走るんですね。はい、高速で17点いくつっていうのが今まで最高。あんまり燃費を気にする車は。まあじゃあないですとはいえね。やっぱボディ軽いっていうのはあるんですね、ちょっとね。ほとんどカーボンでしたっけ？シャシー。側はアルミですか？側はなんかプラスチックみたいな、なんだっけ？ FRP ですか？ FRP っぽい。もうちょっと重いですけど。はい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 。カーボンのシャシーに前後のアルミのサブフレームがちゃんと。ガチャンと。レーシングカーみたいな。おいくつですか？46。あ、今年6。まだ30代後半ぐらいなのかなと思って。本当ですか？うん、だからよく買えたなと思って。ああ、嬉しい。すいません。もう生きといいおっさん。あ、そうなんですか。その年には絶対見えない。若い時はトッタンボーやってる。あ、年を取らなかったってやつですね。なんかこのアルファを変えたい人たちに何かあります？アルファの魅力でも。魅力、乗らないとわからない、うん、乗ったらわかるから、かる、うん、一回乗ってみて、横に乗ってると多分乗り心地もいまいちだし、うん、使い勝手も良くないし、うん、エアコンも弱かったりするかもしれないし、うんうんうん、あんまり良さが見出せないと思いますけど、うん、運転したら楽しい。分かります。分かりますよね。速さじゃない。速さじゃないですね。官能ってよく言うじゃないですか。何なんですかね、月並みな表現ですけど、ね。でもあれまさに官能ですよね。うん、自分はあんまりやっぱサーキット走るんで速いがいいと思ってたんですけど、うんうん、なんか違うんですよね。そうですね。なんか速さが全てじゃないっていうか。そうなんですよね。乗って楽しいっていうのはやっぱ車のとしては本望なのかなと思って、うん、オーナーさんが運転してて楽しいって言ってくれるっていうのは車にとっても嬉しいことなのかなって思いますね。本当、まあたまたまですけどこの車に出会えてよかった。よかったですね。良かったのか悪かったのか、他の車乗れないんですよ。いろいろなスポーツカーに試乗とかさせてもらったり、横乗せてもらっても全然魅力を感じなくて、あとはアルファのコミュニティっていうんですか、コミュニティ、集まり、はいはいはい、にぜひとも、なんていうか入った方が、やっぱ偏った意見とかもあったりすると思うんで、それだけじゃなくて、あとやっぱ信頼できるショップさん、ショップさんとかね、そういう情報得られますもんね、生のね。あとやっぱりミーティングとかね、イベントとかに行けば必ず ね、うん、あのみんないい、アルファのオーナーさんってみんないい人たちばっかりだから。そうですね、なんか人懐っこい、本当にいい人たち、ね、何でも教えてくれる。お願いします。はい、なんすか、排気ですか、排気、排気、排気、
ね、見て何にも出てないなおお、すごいな。もうね、空気圧も感じるもんね。すごいっすよね。そんな違うもんだよね。違いそうっすね、全然。すごい、音がそのまま出ちゃってる。音がそのまま出ちゃってるんですね。すごい本当にエンジンかかってるのかな。違うとこから出てるのかな。で今日はね、まちまちさんのご好意に、あ、ま、いいですか、マスクさんね。え、マスクはじゃかじゃんやっぱその顔じゃないと気合が入んないですよね。そうですね、峠攻めるね。これでいつも街走ってます悪そう二度見されますいいじゃないですか今後の抱負ちょっと聞きましょうか。今後の抱負ですか、なんかでもいじるとかあるんですか、これから。いやいやなんかいじりたいとことかあるんですか。あ、ではステアリングを変えたいですかね。ステアリングね、ハドルがちっちゃいんですよ。あ、はい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 、切り角が大きい時、はいはい、指が短いんで、はいはい、届かこうなった時に届かない。ああ、でもこれもそうです。あ、同じですよね。同じ同じ、うん。売ってますよね、なんかこう長いですね。新しいジュリア、うん、大きいじゃないですか。はい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 。エンジンルームを見せてもらっていいですか。はい、ここの あれですよね。あ、でも想像以上にあれですね。意外と入ります。うん、大きいですね。深さがある。僕的には必要十分というか十分ですね。これが 4C のエンジン 1750cc ですね、はい、240馬力、はい、整備性どうなんですかね。整備性はやっぱあんまり良くないんじゃないですかね。でもガチッと詰まってる感じですね。そうですね。いやでも背中からのサウンドってのはいいですね。さっきまあ暑かったんで窓閉めてましたけど、普段開けてるんで、開けるともう会話できないこのカバーを取るとあれなんか、カバーを取っちゃうと普通の4キロ、普通の4キロエンジンなんだ。カバーなんですね、このオープンの。あ、本当だ。はい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 。あ、シャーシーなんだ。はい、というわけで、今日はね、アルファ 4C を、取材させていただきました。マキマキさんに今日はね、4C 持ってきていただいて。運転もさせていただいてね。で運転はいい、まだ運転いい。で横に乗ってちょっと今腰が抜けてるんですけど腰が足ガクガクしてるんですまあ、テポドンさんっていう途中からちょっとあだ名を変えたんですけどそれでいいです。テポドンさんまたねイベントなんかでちょっとね、はい、テポドンで、テポドンで、ね、というわけで今日の動画はね、ここまでいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。でこの後ね、まちまちさんのご好意でちょっとね、ハンドルねじらせていただけるんですよ。で、どこかちょっと下って、運転手 と助手席交換して助手席乗ってみて、ちょっとどんな感じなのかね、インプレッションしてみますので、壊さないようにちょっと安全運転で、じゃあこれからちょっと行ってきます。